ジジルド。これ知ってます？いや知らないです。何ですかこれ？欧米諸国で結構来てる携帯ゲーム機。海の向こうではかなり流行っててシェア取ってる。最近してないですか？アメリカだのヨーロッパだ。全然コロナのおかげでちょっと情報が誰よりも情報がね早い。そうなんですよ。なんか全然最近入ってこなくて日本のゲームももうほとんどできるようになってて、このハード自体はコモドっていう EC サイトしか買えないっていうアジア、日本香港韓国って。コモドって欧米のやつですね。あ、そう。まだオープンされてないですね。メタンにあります。メタンこの間ザッカーバーグさんが、いや実はね、はい、メタバース、はい、ちょっときついって言ったの知ってます？きついと思いますよ。いやみんな思ってたじゃないですか。思います思います。だからこそ社長は絶対言っちゃいけないじゃないですか、まあ、そんなに言われはね正直ちょっと早かったって言ってたんです。これ、はい、メタっぷりしとったらゲーム、メタバース上でアバターを動かして、はい、でまあ、そこでビジネス交流もできたり、はい、まあ、最終的には土地の売買とか、はい、航空パーツの販売とか、現実世界をもう一個仮想空間に作っちゃうっていうところですよね、最終的に。ゴーグル問題あるじゃないですか。小さい子供がやるとしちゃうっていう。あ、そうなんですか。データが上がって、でアメリカの方だとザッカーバーグさん嫌われてるんで社長みんなに好かれてると思うんですけど、そういうものを売るのかと。あ、まあ、そういうのもあって攻撃されまくって、ちょっといついつい弱気になっちゃったんですかね。まあどう、そうなんでしょうね。まあ正直者は好きですよ、正直者。ただ社長は絶対弱音吐いちゃいけないじゃないですか、こういうの。確かに確かに頑張ってほしいですね社長が一番小さい頃に始めたゲームって何ですか？まあ、もちろんファミコンだから1990年。忍者ジャジャマルくん。なるほど。忍者ジャジャマルくんかな。マリオとかじゃなくて。マリオとかじゃなかった気がしますね。まだ筋肉マンとかね。悪魔城ドラキュラ。懐かしい。たけしの挑戦状。あ、はい、はい。バンゲリングベイ。まあ一通りやりましたよね。その社長の目からご覧になって、最近のこうゲーム、ポリゴンとか使われてますけど。ですね。正直ついていけてないっすね。でもこのゲームショー見て分かったんですか？どっちかというとハードなんですよね。はい。もう、スイッチ、これいい画質で、かなりレベルの高いゲームをやりたいというニーズが高いんですよね。まあ、限定価格じゃないですか。はい。まあ、そういった意味じゃ、よりついていけないっすね。まあ、改めて、ソリティアとかが楽しい。もっと簡単でいいのになって。なんかちょっと個人的にはボタンが多すぎてなってきて。なんとか牧場ってあるじゃないですか。ドラム牧場物語。あれでちょっと思い出したんですけど、子供たちが動物の森でしたか。ああ、はい、集まる動物の森。あれで株の売り買いを覚えてですね。ああ、はいはい。そこから円安とか円高の仕組みとかインフレとかもすごく説明しても覚えやすいんですよ。なかなかゲームもバカにできないというか。確かにあれ、まあ、本当に株の形した株をたくさん集めるんですけど、覚えやすいですよね。覚えやすいみたいですね。ゲームはね、昔教育の妨げになるんだって言われましたけど、うまく使うともう全然、ぜひ御社でも。まあそれこそ、あつ森もいわゆるメタバースです。あー、確かに。アバターを動かして、仮想の株をトレードして、よそのプレイヤーとその仮想空間の中でコミュニケーションを取ったり、はい、物交換したり、メタより先にやってるんですよね。メタより、かえって親近感が湧くかもしれないですね。教育とかもやりたいじゃないですか。はいはい。で、あつ森はきっともうナチュラルにそれをできちゃってるんですよね。ゲームは随分
ん前からメタバース確立してて、僕がハマったのは信長の野望オンライン、同時期に出た、まあ、FF ですよ。まあ、未だにファストラーズにプレイヤーめちゃくちゃいます、ね、その中で結婚したりとかするじゃないですか。ああ確かに確かに、ね、付き合ったり結婚したりあれですよね、古くは桃鉄で都道府県覚えたりするんですよ桃鉄しょっちゅう喧嘩になっちゃうから本当になんかゲームと教育ってあれだなと思いますね。一概にゲームやるなんて言えないですよね。言えないですね。まあその今双子ちゃんが6歳になりますけど、タブレット渡してゲームやらせる時間あえて作ってやるゲームはもちろん選びますけど、ちょっとパズルの要素があるやつとか、あのアバターに洋服を着替えさせて遊ぶやつとか、想像力が豊かになりそうなゲームは積極的にむしろやらせます。ああ、確かにいいですね、はい、英語教えてるときにゲーム取り入れると学ぶスピードが上がるどうなってるんですか。ちょっと目離したら全然違うなんか課金ゲーとかやってますけどねほらって、まあ、コントロールが難しい。確かに確かに。TikTok を出展してますね。 TikTok ってあの、はい、うちらが教育産業なんですけど、役に立つものですか。もちろん立ちますよ。相性めっちゃいいですよ。 TikTok って言うとなんかどっちかというと踊ってなんかみたいな踊ってヘラヘラするやつなんかそんなになんかうんかなっていう気がするんですけど、あ、しかも教育だからあのちょっと年齢層高めが見てないと意味ないとか、はい、そうそういう発想ですよね。はい、お母さんが見ないのに、はい、てかうちはお母さん若くても24とか、まあ、そう TikTok って10代ぐらいのイメージ、うん、10代がメインです。圧倒的にどうなんだろうなっていう、あのこれ心理なんですけど、僕は子供を実際に持ってて思うことはトップダウンは意外と効かないんですよだからこの塾いいから行ってみなって言っても行かないんですよ。あ、確かに。むしろ子供たちがあの見つけてきて、子供たちが行きたいものを提案されて、でセカンドオピニオン的に調べ直して、あ、いいんじゃない、それ行ってみようよってなることが多いんです。あ、なるほど。そういった意味じゃ10代、まあ、もろ採用本人たちの意識を高める、そこに直接訴求していく方が結局決裁者の親を引っ張り出してくる可能性ある。なるほどね。で子供も分かってるんで、横のネットワークで親を倒そうぜみたいな形で提案してくる感じがあるんですよそうするとママ友からまた間接的に聞いて、はい、いやうちの子がどこどこ興味あるって言ってたけどどう、あ、うち実は生かしてるわよ、あ、え、いいの、いや、いいよ、あ、じゃあうちも生かすと、こういう風になって、それってあの昔ブルーオーシャンって本が流行った時に薬のメーカーかなんかやった戦略と一緒ですね。あ、そういうことですね。あの実際に決裁者じゃなくて使う人をターゲットにしたので、はい、先にユーザーから虜にして、はい、でユーザーに決裁者をクローズパケットさせるという。なるほどね。そういうマーケティングもあるから若干逆転の発想的な、てめえ社長あのこれご存知ですか。あ、どうですか。スタンフォードの、うん、授業が無料になるっていう、オンライン講座なんですけど、柳さんが噛んでるんじゃなかった。スタンフォードって言ったら世界一投資がうまい大学ですからね。あ、そうなんですか。そうです。投資で年間超稼ぎ出しますよ。ちなみにあのアメリカで大学の費用が無料になったりするケースは相次いでる。医学部とかで無料になったり。医学部が無料、ええ、それ特別なそのなんか成績とかの査定があるんですか。私の時はそうだったんですけど、今その学校は儲かったから無料にするよってみたいな、そんな感じ。なんで卒業式の時にみんな言われて、
いやそこですよね。だから日本もその10兆円ファンドみたいなその大学ファンドを組んで積極的に投資しようっていうのが岸田大学でやってるんですけど、はい、ちょっとね規模感とその投資のうまさみたいなセンスみたいなところが圧倒的にスタンフォードとかハーバードとか勝負できない。そこで稼ぎ出せば生徒にお金してみんなくてもいいですよね。より自由な研究とか教育ができるっていう、もっともっとやってもらいましょうよ。大学の皆さん、銘柄に困ってるならアスタの投資もアプローチは購入しました。アプローチ iPhone は予約したんですが Apple Watch は今回スルーしてますね。それはなぜですか。そもそも時計をつける習慣がもうなくなっちゃったんですよ。今ちょっと何かを言う前に今度は騙されないぞ的な考え読んだ時まんまとね、はい、あれは時計じゃないと。時計じゃありません。デバイスなんだと。そうです。その言葉が刺さって刺さったじゃないですか。はい、刺さってねっすよ今やっぱ時計なんですよ。あれは健康上のデバイスです。いやだからそれもなんかあざとくないですか。最近なんかあの重大な血管のトラックが、ね、はい、使って命拾いしたみたいなニュースが、はいはいはい、僕は心が曇ってるんですかね。あざといなと思って。そんな美談ばっかでいいの。商売はみんなあざといです。あざといちょっとグラッときましたよ。あざとくない商売なんかないじゃないですか。確かにね、あざといからこそ無駄に毎回 iPhone 買いましてね。そう、毎年毎年買う。MacBook Air も結局買いましたよ。買いましたか。本当に M1 から M2 になってるのかと。もしプロ使われてるんだら意味ないですよ。あ、ってことですよね。いや、だから、届いて、よっぽど早くなった期待感ワクワクでやったんですか。はい。大して変わってないんですよ、あれ。いや、見た目は変わってるじゃん。うん、そう、見た目はね、僕も好き。あの、うん、高さ均等みたいな。はい、あれ、あの、かつての MacBook ユーザーからすると、昔の黒いのが、復活したって。言うとですね、それだけです。それ言っちゃえとするんだよ。逆に言うと何も2年前のマックで十分です。いやいや、それ言ったらそれ言ったらまさにその通りでしたよ。なんならフルカスタムにしてあるから全然そっちが早いですよ。気分的、うん、まあ、最新作は常に触ってないとね。そう、やっぱ立場上ちょっとあれですからね。であるならば、まあ、アプローチはいかない。